こんにちは、ナオエッツです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、発声、アート、ウト、んっていうね、音を使ってこう、発声練習するとエネルギーが上がったり、こう自分の気持ちが整ったりするので、ちょっと紹介していきたいなと思います。そうですね、これは僕もあのヨガの、で、そういう発声の方法があるんですけども、もうシンプルに「あ」と「う」と「うーん」を、もう、息が続く限り伸ばして、発声するっていうやり方です。で、まずあなんですけども、あーって言ってるとこうお腹の下の方に響くんですね。あーあーまあ、こんな感じで息の続く限り、だいたい 7,8 回繰り返すといいらしいです。で、次にうですね。うー、これは胸のとこに響くんですね。あはお腹、うは胸で、うーん、これはこの頭のここが上ですね。うーんが響きます。なんでこう順番にお腹、胸、頭とこういう感じでこう全体がうまく響くんですね。で、これね、普段ね、僕はどういう時やってるかなっていうと、一人でこう車に乗ってる時とかに、ちょっとこうなんだろうな、食後とかね、ポワンとこうしちゃう時があるんで、でそういう時にこうちょっと次のね、仕事とかに行く時に、ああ、ちょっともうちょっとこうシャキッとエネルギーを高めないぞっていう時に、一人で車の中で「あ」とか「う」とか「うん」とか、結構やってます。これもなんかやってると結構2、30分車の運転も結構すぐ次のとこに着いちゃったりして。あと一人で思い切りできるので、すごいおすすめですね。なんで、まあ、本来ね、そのヨガのやり方では、その、まあ、座禅を組んでリラックスして、そういう発声の、運動をするのがいいらしいんですけど、まあでも僕は普通に車乗ってるんで、そういう感じでも全然、効果はあるんで、もしよかったら、その生活にね取り入れてもらって、そのやっぱあと発声をするとですね、何でしょうね、もう自分自身が揺れますから、もうそれだけでこうエネルギーが湧いてくるんですね。なんでちょっとこう疲れたなとか、あんまこう気分があんま上がんないなっていう時はもうね、ぜひね、いろんなとこでやってほしいですね。本当こうね、歌を歌うっていうね、カラオケとか、あんま僕行かないですけど、でも歌を、歌うっていうのはね、すごい元気になったりするんでね、もうその声を出すっていうことだけでも、すごい、ポジティブなエネルギーが生まれると思います。なのでよかったら試してみてください。はい、という感じで、そうですね、もう春にだんだんなってきてね、生き物もいろいろ、虫とかね、動物もいろいろ出てくる時期で、まあ僕も今、音楽のアルバムを作りたいなと思って、一生懸命、制作の方をしたり、あとは、
新しいプロジェクトは、動き出したりという感じで、そうですね、元気にやっております。まあ、ただね、そんなまあ、楽に簡単に、マイペースにやっていきたいなと思うので、その辺はまあちゃんとこう、自分の、体と気持ちと相談しながら、やっていけたらいいかなと思ってます。なので、そうですね、皆さんもぜひその発声方法気になる方は、ぜひ生活に取り入れてエネルギーアップして、やってみてください。今日はそんな感じで、あうんの発声の練習でした。ありがとうございました。